怖っ。始まった。はい、こんにちは。よろしくお願いします。おーす。2000、もう3500人とかさ。こんにちは。さあさあ、おーすごい、もう5500、6000いきましたね。マジか。7000弱、7000人。今日のこのインスタライブ最後に第一の LINE 交換しますんで、はい、ぜひ最後まで友達登録待ってるんでね。マジですみません、はい、起きてます。大丈夫ですか。面白いです。ナチの QR 誘ってください。QR ナチの QR ね、ここで探しますよ。彼なんでどこでも。というわけでね、本当はですね、昨日と今日が、ツアーの大阪公演だったんですけども、はい、まあちょっとね、なかなか、いや、まあ、悔しいですけどね、中止ということなんですけど、はい、本当にね、楽しみにしていただいてた方にはね、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけども、まあね、こう少しでも一緒の時間を共有できればなと思いまして、はい、はい、生配信をやってますけども、皆さんは元気ですか。僕らは元気ですか。もうなんかめっちゃ元気ね。だってなんかメガネなんかしちゃってね。そうだよ、肩凝ってますね。俺ん家にあるメガネマジ全部持ってきたいぐらいすげえあんだよね。今日のそのメガネのポイントは、今日のこれ、これはオリジナルなんだけど、一点物。かわいいよ、ね、行きつけのメガネ屋のオリジナルなんだけど、その試作品を安く譲ってもらった。へぇ、興味ねえ顔しやがって。セブンティーズの形をね、真似してるんですけど、興味ねえ。興味ねえって書いてあるの。たくみさんメガネ似合ってるって。そう、ちょっとなんか、もはやメガネキャラで行こうかな、今後。いいじゃん、ライブ中とかメガネかけて、マイクスタンドメガネかけて、マイクスタンドメガネかけて、アダムと外れちゃう。何個外れるかやったったじゃあベースやるって。上目で。何やねん。トイは最近どうですか。なんか何か近況とか。近況か、うん、あ、APEX がね、シーズン9に入りました。いや、入ったんすよ。3000ハンマーでした。いや、マジさ、なんかインスタでさ、そう、上げてたじゃん、なんか、APEX のこと、うん、俺やってないからさ、ほんと何のこと言ってるのか絶対分かんなかったね。あ、そうだよ、一言も分からない。そういや、4000近いダメージ出してるから、もうすごいよ、うん、あ、そうなんだ。で、俺この間、ほんと初めて3200ダメージぐらい出して、うん、もうほんと、脳汁がブシャーって出てた。マジで、一つでも3000以上は相当プロレベルだ。プロではないけど、ザラにいるけど、でもすごい、普通にすごい活躍した人の数字だ。活躍したね、すげえ活躍した。知らない人ともう一度喋りながら、やばいっすね。マジっすか。うまいやつだと思われた。だから、それ、なんだっけ、APEX に多い皆さんやれば、もしかしたらオンラインでできるかもしれない。いや、絶対やったことある人いるよね。もしかしたら、うん、ワンチャン、本当に一緒にやったことある人いそう。いや、いるよ、いるよ、ね、オンラインってそうだよね。そういうこと全然あるよね。なんかでも、そのこの間その APEX のね、ストーリーをこれからもちょろっとあげたら、うん、なんかコメントで、きっと女性、うん、きっと女性がそのダブ判定があって、うん、4000ダメージ、うん、私があなたに勝てる唯一はダブ判持ちということです。エイペックスやってる人みんなマウント取ってくる。そう、まあ、私はあなたよりダメージ出ますけど、エイペックスに限らずもね、ゲーマー、ゲーマーよ。やってない側からするとゲーマーみんな怖い。やっぱね、そう、心がすさんでる人多いから。ほら、とにかく何かでこう、確かにね、引い出ようとするもん、立ち負けでね。大地はどう最近。僕はでも、すこぶる調子いいっすよ。スコブル調子いいんじゃない、うん、そんな黄色いパーカー着らない。選ばない。クローゼットからこれ出そうと思わない。思わない。確かにね。どこにあるの。いや、マジで今日さ、ね、知ってる、今日27度8度行くんだよ、東京。マジで、なんでそんな格好でいられるの。夜冷えない。わからない。だから、やっぱ俺らは先を見越してやっぱり服選んでるから。おでも今日夜、今日夜冷える、夜のことを考えて。マークマジでその T シャツ着た。うん、
マジか。オンリー。ここ何日かずっと半袖よ。いや確かにまさき最近半袖。てか俺もうエアコンガンガンつけてるのさ家で。うん。だからエアコンつけてるからあの寒いの起きたら。つけながら寝る。つけながら寝てる。まだ夏の寝方してる。つけてるし窓も開けてる。窓開けながらエアコンつけてる。バグってんだけど。バグってんだけどそれしたらあ外寒いんだなって勘違いするんだよ。うんうん、そうであじゃあもうパーカー着ない。いやエアコンさんもびっくりよ。だってつけてもらってんのに窓開いてるから、なんか、どこ行く。まあでもなんか分かるよ、そのエアコンで冷たい部屋の中こうちょっとあったかいものを着たりとか毛布くるまったりとか。そうなんだ、ね。まあ、確かに寒い中被る毛布とか布団も気持ちいいよな、うん、あれがたまらなくてもうエアコンつけちゃってます。俺もまあ除湿ガンガンって感じですね。除湿除湿ね。あれ夏冷房じゃないの。もう除湿だけ。除湿ね。除湿だけでもね、結構めっちゃ涼しいな。こう東京とか日本はね、湿気湿気だからね。そうそう。いや、ちょっとジメってしないと嫌なんだよ。マジで。マジか。体調崩すよ、お笑い。マジか。体調崩すよ、お笑い。そうだよね。だから俺多分今日肩めっちゃ凝ってたんだと思う。めっちゃ肩凝ってた。言ってたね。なんか、1年、2年前ぐらいから夏大体体調悪そうだよ。そう、エアコンのせいだよね、絶対。エアコン当たりすぎもね、良くないですからね。大昔遠い夏に、いや、夏でもやっぱりその、ちょっと厚着してたの、ファッションのために。うん、だから1年、2年前から、たぶん、どこかへ。おしゃれは我慢っていうのが本当に分からない。え？なんで？おかしくなった。なんで？ノブソがこいつじゃない。やばいやばい。なんかいや、そういう人もいるような確かになっていうのを噛み締めちゃった。頭の中で解決しちゃった。まさき、まあそうだよな。とか言ってる間にもう残りあと 2,3 分ぐらい。早いな。そっか、短い間ですけどね。今日は本当にありがとうございました。早っ。今日は本当に残念。ありがとうございました。逆になんか最後に言いたいこととかある？いや、まあ、本当その大阪が中止になってしまったりとか、うん、まあ、正直悔しいですけど、でも着実に少しずつ前に進んでることは間違いない。確かにな。そうね。なんか、ね、本当にこう、僕らだけじゃなくて、多分いろんな人が悔しい思いしてるし、まあ、東京もね、楽しみだしね、うん、なんか、東京が業界前に進んでるんで、なんか僕らも、まあ、やれるだけのことをやるだけというかね。そうね、なんかいろんなルールにのっとってやるしかないんで、やっぱり、うん、本当にまあ、おのおの自分自身の体調とかはまあ気をつけつつ、うん、ね、早くね、なんか元通りのになるというか、まあ、またみんなでね、ワイワイ、何も考えることなくワイワイ騒げる日が。だからもう本当こう、マスクってものがね、必要なくなる世の中に早くなってほしいなって思うけどね、うん、なんか街歩いてても、やっぱ人の表情が全く見えないの。そうそうそう。だからちょっとね、本当だったらさ、なんか帰り道とかさ、なんかいろんなこう家族とかさ、いろんな人がさ、なんかキャッキャしてたりとかさ、うん、そういう表情とか見れたわけなんだけど、うん、今やこうなんかみんなマスクして暗い気持ちみたいな。そうね。やっぱそういう世の中からは少しでも早く出したいなと思うよね。間違いないな。いや、だから本当一人一人気をつけつつね、また本当いつかできるようになったら、ね、それこそ大阪にもね、ライブ絶対行きたいし。いや、もちろん、本当にたこ焼き食いてよ。たこ焼きパーティーとかね、こんなもん食いてよ、こんなもん。なので、本当に、新居でステージ上でたこ焼き食う。ああ、いや、約束しようじゃん。ステージ上でたこ焼きを食います。ファンクラブイベントでね。なので、信じてね、待っていてくれたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今日は母の日。そうなんですね。もうね、じゃあ、皆さん、母に感謝して、お金と行きましょう。カーネーション。あ、この後ですね、そうです。ファンクラブの、方でも生配信をするんですよ。なので、ファンクラブに、入ってる方は、アプリのね、生配信ね、また見れますので、ぜひぜひ、オフィシャルアプリいただけたらなと思います。よろしくお願いします。カーネーション。あ、大地の LINE だって。あ。それだけ公開して、それだけ公開してみていただいて終わりましょう。なるか。でも友達一気に1万人ぐらいなんで。確かにね。やったじゃん、一気に。はい、ありがとうございます。面白い写真だ。ありがとうございました。遅かった。ありがとうね、短い間だったけど。カーネーション。